ルオッサバーラ・キルナ・バーラは、スウェーデンの工業会社で、ルレオに本社を置く。スウェーデン北部のキルナと、イェリバーレ近郊のマルムベリエトで、鉄鉱石の採掘を行っている。1890年に設立され、1950年代から、政府所有となった。鉄鉱石はペレット及び、焼結噴鉱に加工され、マルムトラフィーク社のイオレ型電気機関車が牽引する、貨物列車で、 なるびく港及びルレオ港から出荷されるほか、祖父のルレオ製鉄所に供給される。鉄鉱石は世界各地に出荷されており、主な出荷先は欧州各国の他アフリカ北部や中東、東南アジアである。ルカ部の従業員数は約4000人で、うち600人以上がスウェーデン国外である。スウェーデン北部とノルウェーに鉱山と加工工場、 石出港を保有し、ドイツに営業所を持つ。このほか、加工工場を運営する子会社を、スウェーデン、フィンランド、イギリス、オランダ、トルコ、中国に置いている。ドイツ、アメリカ、香港に工場を持たない子会社を置いているほか、スロバキア、ギリシャ、スペイン、南アフリカに駐在員事務所を設けている。ルカブは、石油、ガス、工業企業92社の中で、 先住民族の権利保護や北極圏での事業で第14位にランキングされた。鉄鉱石が産出される、キルナ、スバッパバーラとマルムベレーとは、鉱山鉄道でいるレオ及びナルビックと結ばれている。ルカブは、スウェーデンのクロスカントリースキー選手、マルクス・ヘルナーとハロってからを講演している。ありがとうございます。